この時間になってようやく心地よい風が吹き始めました。こちらにはですね、見渡す限り色とりどりの豪華なダリアが咲き誇っています。もう見ているだけでも心が癒されますよね。いやー、綺麗だなー、これ家に持ち帰りたいなーと思ったら、チョキン。そう、ここはですね、自由にダリアを摘み取ることができる摘み取り園なんです。はい、そうなんです。昨日ですね、今シーズンの営業をスタートさせました。花輪町にあるザ・ダリアです。ザ・ダリアは花輪町に訪れるきっかけになり、観光客誘致につながればと一昨年オープンしました。1.8 ヘクタールの敷地にはおよそ130品種18万本のダリアが咲いていまして、今がまさに見頃です。同じ色合いでも少しずつ形や大きさが異なり、多種多様な美しさで私たちを魅了してくれています。一輪一輪が大きいですよね。それではここからは専務の吉成さんに、はい、話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。事前に必要なものはハサミとカゴなんですけれども、摘み取る時のコツあるんですか？はい、今日もかなり暑かったんですけど、ダリアこういうふうに後ろまん丸になってきます。これが一番可愛いんですが、夏はこのようにまん丸になってないダリア摘むのがおすすめですね。そうしますと日持ちちょっと違うと思います。まん丸ではなくて水平になっている花がいいということですね。ではこちらも摘み取っていきますよ。早いですね。さあ、こちら今私事前に摘み取っていましたので、カゴいっぱいに花が入っているんですけれども、これだけではなくてまだまだ摘んでもいいんですよね。はい。ここはおかわり自由です。摘めるだけ、抱きしめられるだけのダリアを摘んでいただきたいと思います。もう思う存分お花を摘み取ることができるということですよね。ただこれだけ摘み取っても大丈夫なんですか？大丈夫なんです。ダリアは切れば切るほどですね、次に兄弟がまた違う芽を出そうとして待ってますんで、皆さんに切ってもらうといっぱいダリアの花がもっともっと咲きます。なるほどです。切った方がよりいいということですね。さらにここをオープンさせた理由にはサステナブルな思いもあったんですよね。ダリアっていうのはですね、秋になると球根が結構できるんですけど、生産者どうしてもいい球根ばっかり残しますんで、それを捨ててしまってたっていうのがありまして、私たちそれを譲り受けて、ここで新しくですね、また可愛いダリアを咲かせてます。はい、そんなまさにサスティナブルな取り組みということですよね。さあ、お盆休み初日となった今日は、午前中から県の内外からたくさんのお客さんが訪れていました。両腕いっぱいにダリアを摘み取り、笑顔の花も満開になっていました。ワクワクするっていうの、欲がたくさん摘んちゃうほどね、いいですよね。いろんな花って花大好きなの。お墓参りもあるでしょ。少し持っててあげて、あとうちへも取って玄関なんかに置いてやろうかなと思って。こういう経験ってあんまりないので、他のとこ行ってもほんのちょっとじゃないですか。ここ全体どれでもいいですよって言われたんで、それは好きな花持って帰れるのでいいと思いますさて、ここでクイズです。こちらではダリアを見ながら夏らしいあることができるんです。ではスタジオのガネコさん、5秒以内にお答えください夏らしい、やっぱかき氷ですか？今日も暑かったですし、食べたくなりそうですよね。かき氷、いやー、ちょっと惜しいですね。では吉成さん、正解をお願いします。じゃあこちらどうぞ。なんだろう。正解はダリアを見ながらのバーベキューです。バーベキューができるんですよね。そうですね。こちら花輪町産の朝どれの野菜と、今日は福見精肉店の豚の味噌漬けをご準備いたしました。このダリア見ながら本当に夏の疲れを取っていただきたいと思います。はい、こちらはですね、日によって具材とか食材は変わるんですけれども、1人前で3000円となっていまして、1人からでも予約できるということで大変お得ですよね。ではですね、私もこの焼きたてのお野菜いただきたいと思います。ではトウモロコシいただこうかな。おー、朝どれの花輪町さんのトウモロコシいただきます。うわー、たまんないですね。熱いよ、熱いよ、熱いよ。甘い。甘いですか。美味しいですね。やっぱりこのダリアを見ながら食べると美味しさも2倍になりますね。そうだと思います。それも囲まれてますね。さあ、このザ・ダリアは10月末まで楽しむことができます。もう癒されること間違いなしですので、ぜひご家族やご友人と足を運んでいただきたいと思います。以上、中継でお伝えしました。